ミナルディ M185 は、ミナルディが1985年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ミナルディがコンストラクターとして、最初に開発した F1 マシンである。デザイナーは、ジャコモカリーリ。M185 は、ピエル・ルイジ・マルティニが一大体制でドライブし、1985年の開幕戦1985年ブラジルグランプリで、 デビューした。序盤の2戦は、ナノフォードコスワース DFV エンジンを搭載したが、第3戦のサンマリノから元りモデルニの V6 ターボを搭載した。マシンの信頼性の低さ、マルティニの経験不足からリタイアを繰り返し、ドイツ GP で初完走、その後はベルギー GP で12位。 オーストラリア GP で8位と、シーズンを通して3度しか完走できず、ポイントを獲得することはできなかった。翌1986年は、改良型の M185 バイトが投入され、アンドレアでチェザリストアレッサンドロ・ナニーニがドライブした。この年もリタイアを繰り返し、シーズン末まで M185 バイトをドライブしたナニーニが、メキシコ GP で完走し14位に入った。 チェザリスはドイツ GP から M186 をドライブしたが M185 バイトでは完走できなかった。チームはこの年もポイントを獲得することはできなかった。ありがとうございます。